にちは、劇団スカッシュです。今日も元気にやっていきましょう。ちょっと、なんか、なんかいつも以上に元気じゃなかった。元気を、なんかね、いつもやってる。昨日の動画出したらさ、思いのほかなんかいろいろ言われて、で、コメントね、そうやる気持ちが出てたらごめんなさい。なるほど。昨日ああいう動画出したんだけど、うん、まあ、なべこは今日手伝いに来てくれてそこにいるんだけど、はい、昨日実はあの動画出した後に、うん、僕劇団スカッシュで手伝いたいですっていう連絡が2件来ました。ごめん、それはカズキからではないよね。カズキじゃないと思ってる。カズキじゃないと思ってるけど、2件また連絡来ました。へえ。で、なんかそれも本当俺も嬉しいから、なんかそういう人を受け入れたいなって気持ちで、あの、言ってるんだけど、はい、ただここでね、これは絶対ここでちょっと言っとかないと、あの、ダメだなっていうことで連絡くれた子で、結構ね、編集の技術が高い子が連絡くれたりしてるのね。でも、まあ、映像の現場は学べる可能性あるけど、学べない可能性も全然あるから、絡んだところで得する可能性はないと思ってください、みんな。まず、あー、なるほどね。我々と絡んだところで得することはない。そう、いや、ないっていう、まあ、ないか。で、いや、だからそれはさ、人それぞれじゃん。あの、なべこは別に好きで今来てくれてて、別にまあ楽しんでくれてるから、これをやってほしいとか、あれをやってほしいっていうのは劇団スカッシュのちょっと方針に従ってやる感じになっちゃうから、それが嫌だなとか。昨日連絡くれた方も、ごめん、ちょっとすごく嬉しいんだけど、とりあえず明日の動画を見てくれと。ああ、なるほど。明日の動画ね。そうこの動画を見てどうやりたいかとか、そうっていうのを判断してくれ、どう、なんか2人は何かありますか？なんか学ぶことがさ、ないかもしれないけど、ここ教えてもらえませんかって言われたらさ、教えるじゃん。教えてくださいって言ったら絶対教えるよ、それは。デイズの編集は今俺がやりたいと思ってて、なんか誰かにパスしようっていう気持ちがあんまりなくって、だからデイズの編集でもし関われるとしたら、誰かテロップやってくんないとかはあるかもしれないけど、学ぼうという気さえあれば、まあ、学べるものはあるかもしれない。いろいろ楽しいかもなと思う人が、そういう稀な人がいれば、連絡が来てくれたら嬉しいですみたいなことは言ってはいるから、流れ上オーディションって終わってないんだって思ってると思うの、その2人も。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。なんとなく俺の感覚として、そうか、1人抜けちゃったから終わってますって言ってないから、じゃあ枠があるんだみたいな。そう、でもっていうより、うちらとしてはそういう気持ちはめっちゃ嬉しいから、それに対してシャットダウンするつもりはないよっていう、そのむしろ前向きな話なわけ。必要としてないんだお前らみたいな方だけ聞こえてると、ちょっと悪者にも聞こえちゃうんだけど、実際達也さんはさ、全部オープンして一回いいよ、会ってみようよ、常にその優しさで接してるんだけど、なんとなくそれが伝わるといいな。そうだね、そうだから、まあ、もともとなんか流れでオーディションやるって言っちゃったけど、ちょっとオーディションっていう形はもうやめようと思ってまして、でもまあ、それでも劇団スカッシュとちょっと関わって、なんか手伝いたいって言ってくれる人に対して閉じてる感じは嫌だから、一回話聞いてみようかなっていうぐらい。そんなところっすね。コント公演に関しては一個決めたことがありまして、ドラムはやろう。音楽作るとやっぱお金かかるのね。それにお金をかけるというよりは、もともと大島君の話、違う動画で出してんだけど、大島君に叩いてもらってちょっと電子ドラムでも買おうかと。大島の予定はまだ聞いてないんでね。大島の予定も聞きました。おー、素晴らしい。え、3月26日大島 OK 出ました。俺の友達と大島はもう、あ、いいっすよ。コント公演でやったコント、はい、いいコントが出てくれば、メインの動画としてちょっと撮影して、なんか出すのもできんなと思って。おー、ね、映像版みたいな。映像版みたいな。しかも1回目やったコント、2回目もやるじゃん。だから最初もし来れなくても、2回目もし来れ、その3月の次の時に来れたら、多分似たようなものは見れるんだよね。そうだね。でも全部面白くなかったら全部ボツする。そうだよね。まあ、それ全部ボツ説はある。だから1回目見てさ、あれ、あのコント好きだったから2回目も見れるのかなと思って来たら、はい、あ、ない、全部ないみたいな。あ、じゃあスカシさんたちの中ではボツだったんだって。そうやってみて。あるよ、それはある。あとなんかゆうやさんの、まあ、エロい思い出でも聞いて終わろうかなと。俺のエロい思い出、俺でも大体全部言っちゃってるかな。でも俺はあの話は聞きたいよ、やっぱり。あのゆうやさんの隣のさ、家がほぼ AV 会場だったみたいな。その何その話。前に住んでた家がさ、もう夜になると、まあ、営みの声が聞こえるランクではなく、もうなんか大音量で流してるのかなっていうぐらいの
盛り上がりの音とか聞こえてくるわけ。アンプ繋いでたの。アンプ繋いでた。そうかもしれない。演技かなっていうぐらいの本当声量が大きいから撮影してたのかもしれない。今思うと。はいはい。俺はもう壁が壊れるんじゃないかっていうぐらいの強さで叩く。バンバン。やめてください。うるさいですよ。うるさいですよ。止まんないの。だ盛り上がっちゃったの。むしろなんかおおリズム刻んできてね。ちょっと止まれ。わわわ。じゃあ俺そんなリズミカルやってないよ。じゃないやってたじゃん。それがルーパイツやってないから。部屋はあったかいんだよ。そうだ、あったかい。何日経ってもその人が変わんないから、はい、心もうプチン消えちゃった、はい、これドア開けてってピンポンピンポンまず鳴らしまくったわけ。出てこい、はい、なるほど。出てこい、はい、出てこないから深夜2時3時ぐらいにクソレゲー顔で、わこらもう出てこい、もう何度言いまくったぶち切れ、早く出てこい、今すぐ出てこいって。まずこの音は止んで、出てこいって言ってんだよって、もうマンション中に聞こえる音で俺がぶち切れたら、出てこなくて、次の日から退去してる。俺がぶち切れすぎたの。いや、それはそうだ。次の日退去、次の日退去、それはできないよね。だから荷物が、まあ、退去してたかどうか、次の日にはもういなかった。音が一切しなくなったから、すごいよ。俺は隣の人が本当にうるさかったから、マジで隣の人調べに調べて、最終的にそいつの名前も分かって、でそいつの職場も分かって怖いんだけど、もう2人とも怖いんだけど。いや、だって全部音が全部聞こえてくるわけだからさ、名前とかも全部分かって、でそれからさ調べてさ、だって個人情報集めてどうしたの。名前も分かって、でそいつの職場も分かって、でその後引っ越した俺が。何その話いや結局何もできない。まあそりゃそうだ、ね、どっちかが引っ越すしかないんだよ。どっちか、もうほんとそうよ。だけど俺名前まだ覚えてるからな。今言ってもいい。まあじゃあそんな感じで我々はまた頑張っていきますんで、で金曜日に、はい、ついに石油王が来てくれるということで、アラブから来てくれるんだっけ。そうだね、アラブから。今もしかして隔離。いやそうだね、多分今2週間、日本に2週間いると思うから隔離してるね。それで金曜日なんだと思う、多分。あの人が編集してるの。編集は俺がしてるの。ダリーその設定ダリーな。それじゃあそういう感じで、それじゃあそういう感じで、それじゃあそういう感じで、どれも気に食わなかったから。いや俺も一緒リズムで言ってんな。ちょっとやってくんな、ケンちゃん。それじゃあそういう感じで、はい、じゃあそういう感じで、いきます。はい、はい、すげえんだよ。おはようございます。それでは皆さん、また明日お会いしましょう。さよなら。